まず、まあ、サッカーもそうですけど、人としてっていうところの成長がないと、サッカーの成長につながらないと思いますし、まあ、しっかりとそこを成長させて、なおかつ試合を必ず勝たせるという部分につながっていけたらいいなと思ってます。リーグ戦最初、まあ、開幕戦は絶対勝つとっていう気持ちで意気込んでたんですけど、まあ、落としてしまって、そこから、まあ、チームとして、まあ、どうやっていくのか、まあ、個人としてもどうやっていくのかってところで、まあ、少しずつやっぱ自分たちで変えないといけないっていうところがやっぱみんな意識してできてきたので、やっぱ勝ちにつながってきてるかなと思います。まあ、自分自身もコンディションがすごく、まあ、徐々に上げて行って、まあ、点も取れたりアシストも取れるようになってきたので、そこはできてるかなと思います。やっぱ相手のラインからにボール受けて前向きで、まあ、ドリブルもできたり、まあ、パスをはたけたりして、まあ、得点に絡んだりすることが、まあ、自分としては得意なプレーなので、まあ、ゴールに関わっていくことを意識しています。まあ、去年クラブユース、まあ、自分は行けなかったんですけど、やっぱあの舞台でやっぱりプレーしたいなって思いますし、やっぱ優勝を目指して、まあ、チームでもそういう話はしてますし、まあ、個人としてもやっぱ得点っていうところを狙って、まあ、自分がゴールを決めて勝たせたいなと思います。自分自身怪我で開幕から結構休んでたので、しっかり復帰して、まずゲームコントロールっていうところとチャンスメイクっていうところでしっかり貢献できたと思います。藤枝明誠戦からの3連勝が後期上位目指す上でしっかりつながったのが良かったかなと思います。チームとして良くなってきているのと同時に、やっぱまだクラブユースに向けてもうちょっと全体的に意識っていうのを高めないと勝てないと思うので、そこはしっかりやっていきたいと思います。初戦が一番重要だと去年感じているので、しっかりそこで勢いづけていい戦いにできるようにしたいと思います。攻撃だけじゃなく守備の面でも課題である部分もたくさんあるので、そこをしっかり成長につなげながらストロングを出していければなと思います。最初は自分たちのミスして失点したりしてたんですけど、ちょっとずつ戦うところだったり1対1で負けないこととか、まあ、うまさじゃなくて強さのところをチーム全体で意識してたから、このまま、まあ、最近は勝てるようになってきたと思います。攻撃陣が取られた後しっかり切り替えてくれてるんで、後ろは準備してしっかりリスク管理できてるから、少しずつ減ってきてると思います。ヘディングのところで大きい相手でも勝てるようになってきたんで、そこは良くなってきてると思います。キャプテンとして、まあ、声とか意識してできるようになったりしたんで、まあ、チームも
みんなでやっていけるようになってきました。去年ベスト4って悔しい思いしたんで、みんなで優勝したいです。一番最初横浜 FC 戦が多分一番大事なんで、そこにみんなで気持ち合わせて戦いたいです。結果的にね、解消にはなったんですけど、もちろんこちらがやろうとしているサッカーというのは体現できました。で特にやはり守備のところの部分が非常によく、それからもう一つは、攻撃に転じる時のスプリントの回数というか飛び出すスピードというところの部分が、より多く出たというゲームでしたので、相手にとってはかなり脅威だったのかなという印象です。昨年に比べればある程度その守備のところの整備ができているんですけど、まだまだ単純な失点がやはり多いというところでは手応えはあるんですけど、まだまだかなというところはあります。ただ戦術的に動けるように選手もなってきていますので、守備の強固という部分では形は作れているとは思っています。少しずつ守備もそうですし攻撃の改善もそうですし、少しずつこうできたという部分がありましたし、選手たちも少し手応えを感じてきたというところの成長ですね、そういう部分が非常に良かったのかなとは思っています。どのチームも当然その勝ちたいという気持ちの中で来ますし、それを上回るだけのね、やっぱりその戦う姿勢というものが出てこないと、当然短い短期集中型の大会というのは当然勝てないですし、そういうものを含めた中で初戦から出せるかどうかというのが大事ですね。昨年で言えば、逆転勝ちしてからの、コンサドーレだったんですけど、そこからうまく3連勝してたと波に乗ったというのが一つありますし、今回も横浜 FC 初戦です。当然彼らはプレミアリーグ戦ってて、我々とは少し強度の違う中での部分での上位に位置づけているので、しっかりとそのチームをどう叩けるのかというところも大事ですし、そこを叩くことができれば、厳しい戦いにはなると思うんですけど、グループリーグ突破できるんじゃないかなとは思っています。